はい、ただいまですね、堀切駅来ておりますと、1953年、小津安二郎監督のね、東京物語のね、東京ロケ地をね、巡りにやってまいりました。周吉さんとね、富さん夫婦がですね、東京に住んでる息子をね、訪れる場面がございまして、はい、長男のね、住んでた家の近くにあった駅が、この堀切駅でございましたね。はい。ちょっとね、中を確認したいと思います。はい、まずはですね、駅舎を捉えたこちらのアングルですね。こちらがですね、どうでしょうか。ここではないかと思うんですよね。はい。もう71年前の話なので、ちょっとね、だいぶ変わってると思いますかね。そうですね、奥の方もちょっと比較してみますと、まあ、こんな感じになるんですけどね。この辺近い感じがしますよね。はい。いかがでしょうか。そしてですね、こちらのね、ホームを捉えたこちらのアングル、ここがですね、どうでしょうね、なんとも言えませんが、この辺のアングルあたりがね、近いような気がしますけど、どうでしょうか。はい。はい、71年経ってこちらのホームは、まあ、こんな感じにね、今変わっておりますかね。なんかあんまりね、変わってない気もしないでもないんですけどね。はい。映画ではね、駅名版がこう出てきてますよね。現代の駅名版がこちらにございますね。こちらを比較してみますと、どうでしょう。右の方にね、牛田って書いてありますね。これが同じですよね。で、反対側が金ヶ淵になりますよね。というわけでですね、やはりね、この映画のロケ地は堀切駅確定っていうことになるんですね。はい。こんな感じでございます。あとはですね、駅からおそらくこちらのね、荒川の方を捉えたアングルというのがありまして、こちらなんですよね。平山医院というのがですね、長男のね、医院になりますよね。奥の方にですね、これ鉄道橋見えますよね。これがね、ちょっと見にくいですけど、こちらに見えるんですよね。今このね、アングルが多分こちらだと思うんですよね。あとはですね、長男の家から荒川のね、土手を取ったアングルっていうのもありまして、この辺からのアングルちょっと強引に比べてみますと、こんな感じですよね。はい。まあ、この辺がね、近いのではないかと思いますね。はい。いかがでしょうか。同じ方向でですね、トミさんとこの孫がね、2人ね、土手で遊んでるシーンがございます。で、ね、鉄道橋がね、同じくね、こちら方向に見えておりますので、ちょっとね、この土手の方に行ってみたいと思います。はい。洗濯門が干してあってですね、土手が見えてるアングル、これどうなんですかね。ここら辺近いんじゃないですかね。はい。まあ、なんとも言えないですかね、この辺はね。はい、それではですね、おばあちゃんとね、孫がね、遊んでたこの鉄道橋が見えるこの景色なんですが、ここがですね、どうでしょう、目の前のこのアングルではないかと思うんですよね。いやー、このね、京成本線の鉄道橋、上の部分のアーチ3つあるんですけど、これが全く同じですかね。いやー、結構感動ですよ、ここは。はい。映画の途中にちょくちょく出てきた煙突のカットですね、ここがですね、千住桜木にある火力発電所だったらしいんですよね。今ね、こちらに鉄道橋がありまして、こちらのね、火力発電所があったと思われるのは、おそらくね、こちらの方向だと思うんですよね。ですからね、71年前はですね、こちら方向に見えたと思われるんですけどね。はい。合ってますかね。どうでしょう。
はい、ただいまですね、上野のね寛永寺に来ておりますが、周吉さんと富さんがね、門の前に座ってたこのシーンありますよね。こちらの門がですね、寛永寺旧本坊標門と言いまして、こちらの奥に見えるこちらなんですよね。はい、ちょっと見えないですけど、こちらのシーンの前にですね、玉垣がバーッと出てくるシーンがございますが、そちらがね、ここですよね。ですからね、映画と同じようにね、こちらの玉垣が映っているわけでございますよね。そしてこちらの切れた先ですよね、2人が座ってた場所はと言いますと、このアングルになります。はい、全然見えないんですけどね、中見てみますと、まあ、門がありまして、門の手前のこの辺ですよね、この辺にね2人が座ってたと思われるんですが、こちらの石垣なんかもね全く同じなんですけど、ちょっとね奥の方をちょっと回れるみたいなので、ちょっと回ってみたいと思います。はい、改めましてこちらのね門の反対側をやってまいりました。いやー、こちら立派な門ですね、これね。はい、はい、重要文化財保護のため山門には触れないよう書いてありますけどね。はい、改めましてですね、ちょっとね2人が座ってた場所はと言いますと、どうでしょう、こんな感じになるかと思うんですよね。はい、こちらのねこの壁の部分、へい、こちら同じですよね。やはりねここにね2人座ってたわけなんですよね。いやー、感動ですねこれね。そしてこの後ですね、こっち2人はね立ち上がって歩き出すわけですよね。そしてね、東京のね街を眺めてるシーンがございました。こちらの橋がですね、まあこの先のすぐ近くにあるんですけど、両大師橋でございますね。はい、それではねそちらも確認したいと思いますね。先ほどね2人が座ってた門がこちらにございまして、ちょうどねこちらの反対側になります。こちらがね両大師橋になりますね。こちらでですね2人がねこう東京の街を見てたっていうことになりますよね。はい、実際ねこの下にね線路が広がってるわけでございますが、こちらのね景色はね映画ではね出てこないんですよね。ちょっと反対側行ってみます。はい、それではですね2人がね見てた景色はと言いますと、おそらくねこんな景色だと思われるんですよね。いかがでしょうか。こちらの部分なんかね同じかななんて思うんですけどね、に見えてたこのビルは何でしょうかね。わかる方いらっしゃいましたらコメントお願いします。はい、2人が見てたアングルはと言いますと、まあ、こんな感じになるんでしょうかね。はい、どうでしょうか。2人はここをずっとねこの先歩いていくわけでございましたね。はい、はい、ただいまですね東京駅来ておりますと、周吉さんとね富さん夫婦がですねのりこさん案内のもと東京見学をする部分がありました。そのですねバスから見えてたこの建物ありますよね。こちら右側がね旧新丸ビルですね。そして左側が旧丸ビルになりますが、こちらのビルはと言いますと、はい、見事ね今建て替わってますからね。はい、映画に見えてたこのアングルですね、こちらをちょっと比較してみますとどうでしょうか。多分ねこんなアングルになるかと思いますね。はい、ですからね3人の乗ったバスはこちら方向からこう走っていったってことになりますね。はい、いかがでしょうか。3人の乗ったバスから、銀座のね和光ビルが見えますよね。はい、こちらがですね今ね
前に見えているこの和光ビルでございますね。今日はですね、歩行者天国でございまして、このね映画と同じアングルがね撮れますね。こんな感じになるかと思いますよね。映画に見えてたこのね大黒屋ありますよね。こちらがね今左の方にこちら大黒屋ございますね。で日本堂のこの建物がこの今の佐々木ビルになるんでしょうかね。その隣にですね旧居堂がありまして、おそらくねこのビルがそうだと思いますね。はい、まあ、こんな感じでございます。3人がですねビルの上から東京を眺めてたシーンっていうのがございました。こちらのねビルがですねどうやらね銀座の松屋ビルでございますね。で上の方をずっと登ってって屋上に行くみたいな、まあそんな感じでございましたね。はいはい、この銀座ビルがですね今はどうなってるかと言いますとこんな感じでございます。はい、どうでしょうか。もちろんね新しく建て替わってますからね。このね上の部分を比較してみますとこんな感じになるんですけどね。はい、ですからねこの横の部分に階段があって上まで登ったってことになりますけど、はい、どうでしょうか。はい、3人がね見てたねこの東京の景色をよく見ますと右の方に見えるのがねこれがね国会議事堂でございますね。はい、実際ねこちらに松屋がありましてこっちの上から見てたとしますとちょうど反対方向ですね。こちら方向にですね国会議事堂があるとするとまあこんな感じの景色なんですけどね。はいはい、どうなんでしょうねこの松屋から同じような景色がね見えたりするんでしょうかね。はい、ちょっとわかんないですけどね。はい、というわけでですね、東京物語の東京ロケ地いかがでしたでしょうか。まあなんといってもね71年前のね映画ではございますが意外とね、当時のまま残ってた部分が多かったと思いますね。はい、いやこのね銀座のね歩行者天国歩いてるとねドキドキしますね。はい、今日はねこの辺で失礼したいと思います。